塩酸にアルミニウムやスチルール、鉄を加えるとこういうふうに泡を出して溶けて最終的にはアルミニウムの鉄もなくなって見えなくなってしまいました。じゃあこの一度溶けたアルミニウムや鉄を取り出すことはできるのでしょうか。ちょっと思い出してみたいんだけど固体が溶けた水溶液、例えば食塩水で水を蒸発させたら。 溶けてたた。食塩を取り出すことができたよ、ね、同じようにこのアルミニウムが溶けた液と鉄が溶けた液それぞれ水を蒸発させたら溶けてたアルミニウムや鉄って取り出すことができるのかなこれ実験で試してみたいと思いますそれぞれの液を蒸発皿に入れてこういうふうにアルコールランプで温めて水を蒸発させてあげました。 アルミニウムが溶けていた液の方は白い個体が残りました。そして、鉄が溶けていた方の液は黄色い個体が残ったんです。この白い個体や黄色い個体は元のアルミニウムや鉄と同じなのでしょうかえ、確かめてみようと思います。まずはこのやつそれぞれ並べてみます。アルミニウムとアルミニウムが塩酸に溶けた液から出てきたもの。それから。 鉄鉄と鉄が塩酸に溶けたた液から出てきたものこれです形はそれぞれ変わってしまっているけれどもそれぞれ元のものと同じものなのかな確かめてみたいと思いますどうやったら確かめられるかな例えばこのアルミニウムも鉄も両方とも金属だよね金属って磁石に近づけるとくっつくものもありましたじゃあこのそれぞれの溶けた液から出てきたものっていうのは 磁石にくっつくのかなこの磁石を使ってそれぞれ同じものなのかっていうのを確かめることができそうでねほかどんな方法があるかなどうかないろいろ考えられそうだけれどもこの4つそれぞれをもう一回薄い塩酸に入れてみて比べてみると同じものか違うものか確かめられるかもしれませんアルミニウムや鉄っていうのは泡を出して溶けてね同じ反応が このそれぞれの溶けた液から取り出したものででも見られるでしょうか。それからもう一つ今度は塩酸じゃなくて水にも溶かしてみたいと思いますなんとなくこの溶けた液から出てきたものって粉っぽいのでもしかしたら水に溶けるような気もします、まあ、でも鉄とかアルミニウムは水に溶けないはずだよね 他にもいろんな方法があるかもしれないんだけど今回はこの3つの方法で溶けたものから出てきたものっていうのが元のものと同じかどうか確かめてみようと思いますはいこれはその確かめた結果を表にしたものですまずは見た目から見ていきましょう見た目はアルミニウムと鉄はどんな見た目かというと両方とも金属なので銀色で艶があります少し光っているような感じです じゃあこのアルミニウムが溶けた液から出てきたものはどんな見た目かというとこれは白色白色で艶がありませんでしたちょっとアルミニウムとは違う見た目ですじゃ鉄が溶けた液から出てきたものはどうでしょうかこっちらは黄色で艶がありませんこれも鉄とはちょっと見た目が変わっています。 じゃあ次磁石を近づけた時の様子も見てみましょうまずはアルミニウムですアルミニウムって磁石に近づけても磁石にはつきませんじゃあアルミニウムが溶けた液から出てきたものはどうでしょうこれに磁石を近づけるとはいこれもやっぱり磁石にはつきませんでしたじゃあ今度は鉄を見てみましょう鉄は磁石に近づけるとうん磁石につきます それに対ししてて鉄が溶けたた液かか。ら出てきたものはどうでしょうでょこれを磁石に近づけるとはい今度はつかなかったんですもともとの鉄とは違う結果になっているねじゃあ次薄い塩酸を加えた時これはどんなことになるでしょうかちなみにこの薄い塩酸を加える時っていうのはどういうふうにするかというと一旦調べたいものをこういうふうに試験管に入れて ピペ,ットコマピペットを使って薄い塩酸をここに加えてあげてください直接ドバーってビーカーなどでかけると飛び跳ねたりして危険なので必ずこういうごめピペットを使ってくださいじゃあこの結果見ていきましょうみんなアルミニウムと鉄に薄い塩酸を加えた時の様子っていうのはもう知ってるよね両方とも泡を出して溶けたという結果になりましたじゃあ今度 アルミニウムが溶けた液から出てきたものはどうでしょうか？これに薄い塩酸を加えると。はい、泡を出さずに溶けたんです。アルミニウムとは違う反応です。じゃあ、今度鉄が溶けた液から出てきたものこれに薄い塩酸を加えるとどうでしょうか？こっちもやっぱり泡を出さずに溶けました。もともとの鉄とは違う反応になっているということが分かります。 じゃ、一番最後、水を加えた時はどうでしょうか。アルミニウムに水を加えてみました。そうすると。まあ、これは溶けないよね。アルミニウムに水を加えても変化はありません。じゃ、アルミニウムが溶けた液から出てきたもの、これに水を加えるとどうなるでしょうか。なんと、これは水に溶けたんです。アルミニウムとはやっぱり違う性質になっていました。 じゃ鉄の方はどうでしょうか。鉄に水を加えたらどうなるか。これはみんなわかるかな。これは溶けません。鉄は水には溶けません。じゃあ鉄が溶けた液から出てきたもの、これに水を加えるとどうなったかというと、今度はこれは水に溶けたんです。ということはやっぱりこれも元々の鉄とは違う性質を持っています。今回の実験こんな結果になりました。 アルミニウムとアルミニウムが溶けた液から出てきたものっていうのは比べてみると見た目も違うし性質も結構違ったよね。そして鉄の方も鉄と鉄が溶けた液から出てきたものっていうのは見た目も違うし性質もそれぞれ違っていました。今回の実験からアルミそれからアルミが塩酸に溶けた液から出てきたもの鉄。 鉄が塩酸に溶けた液から出てきたものっていうのは、それぞれ元の金属とは別なものになっているということが分かりました。実は水溶液に溶けた金属っていうのは、元の金属とは見た目や性質が違う別のものになるんです。今回の実験を通してこのことが分かりました。